こんばんは。お久しぶりです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。ありがとうございます。まあちょっとしかできないけど、すいませんね。はい、じゃあちょっとコメント読んでいくね。今日短いから。ギフトとかは無理しないでください皆さん。はい、あさって会えます。あさっては何があったっけ。福岡、名古屋か。そうだ、名古屋ですね。そうだ、明日は名古屋のラジオに出演させていただいたりするんですけど、あさっては名古屋の全国握手会があります。楽しみ。ゆいとぅさん、名古屋お世話になります。楽しみにしてます。近いよね。そう、私三脚をどっかにやってしまったらしく、三脚めっちゃ探してたらちょっとなかったんだよね結局。全大阪全役ありがとう、楽しかった。こちらこそありがとう、来てくれて。ケンタ初見ありがとうございます。みっつくもありがとう。りきぴょんくもありがとう。舞台応募してありがとう。そう、舞台の応募ももうファンクラブ受付終わっちゃったのかな、けどまた一般とかもあると思うので、ぜひガールフレンドかっこかりです。今回は多分ね、可愛いよね。可愛くない？ガールフレンドかっこかりって主人公じゃなくて登場人物めっちゃ可愛いから、皆さん楽しみにしててください。名古屋握手会行く、楽しみにしてます。ありがとう。カズリンチョクマニコありがとう。カズありがとう。ニコショウクマありがとう。ありがとう。 TK タカシクマありがとう。お、ユエジェスタワーありがとう、見てくれたんだ。ありがとうね、ユエジェスありがとう。そしてお誕生日おめでとう。みんなの前で言うのもあれだけど、おめでとう。お祝いできてよかったですまた次いつ会えるのかな、名古屋来てくれるのかな、わかんないけど、また話せるの楽しみにしてます。その時にまたお祝いしますおめでとう、ありがとうね。ハッピーバースデー。たくや、くまありがとう。てんちゃん、くまありがとう。たけやん、くまありがとう。あおい、くまありがとう。はい、ありがとうございます。ギフトも。腕ね、しんどい、ちょっとでも今日短いから大丈夫。今日のリップはクラランスの指原さんもツイッターでおすすめしてたリップです。コンフォートリップオイル、違うわ、新作ですのローズかな、1番おすすめ、めちゃくちゃおすすめ。これはこの間連れてった友人が沼にはまりました。お、よかった、ありがとう、連れてきてくれてありがたい。大阪マジで行きます。お、ミッツ楽しみにしてる、ありがとう。ハニキス大阪ありがとう。こちらこそ、こ
ちらこそありがとう。髪どこまで伸ばすの？まだ切らないかな？もうちょっと。マナ、早く会いたい。マナ、いつもありがとう。話せて嬉しかったよ。名古屋初めて来ます。ももにゃ、楽しみにしてます。日比谷野外音楽堂行きます。お、楽しみ。7月1日です。皆さん。まあ、知ってる方も多いと思いますが、ぜひ。あと個別握手会応募してくださった皆さん、本当にありがとうございました。そうですね、13時受付、14かな。楽しみにしてます。今日はシナモンじゃない、ちょっとシャツみたいなやつ。あ、これ小悪できたんですよ、前このシャツ。目が大きくて羨ましい。握手会で本当に毎日じゃない、毎回言われる。絶対に1回は言われる、目がでかいって。そう、目を開いちゃうの。ツイッターいつも見てる、ありがとう。コメントとか嬉しいです。読んでますよ全部。オレンジ買おうかな、アミュン。いや、オレンジもね、可愛いよ、持ってるけど。でも結構な蛍光オレンジかも。ゆきぴょん、くまありがとう。うっち、くまありがとう。のぶ、くま、ニコ、ありがとう。ノブ、ありがとう。ニコ、ヘイヘイ、クマありがとう。髪今ピンクなんですけど、まあちょっと落ちたかな。前までちょっとね、結構ピンク色だったけど、最近は落ち着いてきたかもしれない。石オルク、クマありがとう。おかん、クマありがとう。おかんちゃん、ゆきぴょん、いっぱいありがとう。クマありがとう。なおきくん、ありがとう。なおきくん、クマ。ゆうやちゅす、あ、2本目じゃん、ありがとう。ゆうやちゅす、ちゅすさんありがとう。本当に今日は何してたんだろう。でもよかったです、こうやってお話できて。遅くなっちゃったけど、本当にありがとねとしか、ありがとねとしか言ってないけど、ありがとう。いつも次お会いします、会った時。ありがとう、いつも楽しみにしてます。また話せるの。まっちゃん、くまありがとう。アミュン、クマありがとう。いや、皆さんありがとうございます、いっぱい。話聞くとき目が飛び出して本当だった。本当だったでしょ、花のブログ合ってたでしょ。ゆか、あ、この前はありがとう、大阪ありがとう。やったやった、嬉しかった。まっちゃん、くまありがとう。あれ読んだかな。あみゅん、くまありがとう。そうた、くまありがとう。マルチ、くまありがとう。カルフォルニアさん、ありがとう。くま、
今の髪色好き。本当に良かった。どっちがいいですか？なんかちょっと明るい茶色っていうかミルクティーっぽい感じか、今のちょっとピンクブラウンみたいな感じ。耳かけストレート、そう、まあほぼセットしてないだけだけど。大阪行くよ、楽しみにしてるね。タカピ EX 大使買います、ありがとう。そう、取材していただいたので、私はひとみと取材していただいたんだけど、あのキアラも掲載していただくので盛りだくさん。首痛めた？大丈夫？ライブで盛り上がりすぎたのかな？お大事に。ガンナありがとう。カズキこちらこそありがとう。下北くん、お、バイトお疲れ様、ありがとね。ピトちゃん、大谷ちゃん、何ですか？何だい？たかし、くまありがとう。暴れないくん、くまありがとう。きいたく、くまありがとう。みっつー、くまありがとう。ありがとう。なんかクマやってるのなんか恥ずかしくなっちゃって、最近恥ずかしくて、なんかクマやるのなんかちょっとこういう感じになんかごまかしちゃういつも。照れちゃうんだよね最近。あ、今の感じが好き？本当？髪色。あ、本当に良かった。あ、ミルクティーのが好きって人もいるね。なるほど、まあ気分ですね。まあいろいろ女子はいろいろ試せるのがそのあれなんで、生きがいなので、気が向いたらまた変えよっかな。きっと君が楽しかったよ、ありがとう。きっと君がヨーヨー頑張ります。ちょっとひどかっただからね、ちょっとね。あ、そうそうそう、明日です、ビス、ありがとう。そう、これも言おうとしてたんですけど、明日ビス雑誌、ファッション誌ですねの発売日でございます。今回も企画に少しだけ参加させていただいたので、私も載ってると思いますので、ぜひ見てみてください。前回載せていただいてめっちゃ嬉しくて、すごい好きな雑誌だったので、今回も読んでいただけてありがたいです。多分皆さんのちょっと反響のおかげとかも絶対にあるので、また今回も見ていただけたら嬉しいです。お願いします、頼んだ。あとまだ撮影は終わって、まだ発売はしてない雑誌とかも結構あるので、まだシュープレさんとかも前告知したけど、発売日はちょっとまだお知らせできてないんですけどね、そちらも発売しましたらお願いします。おう、もう48分だ。赤ね、7月の紅白撮って、おー、ありがとう、楽しみにしてるね。なんか手遅れコーション発売したじゃないですか、ありがとうございます。オリコンも、いやー、ありがたいです、皆さん本当に感謝でいっぱいです。で毎回CD 開封して生写真を出すってやつをやってるんですけど、CD はあるんですね、9枚ぐらい。なんか母が買ってきてって
9枚ぐらいあるんですよね今。うん、だからそれを開封したいんだけどね、時間が今日はないので、でまた名古屋福岡行くので、ちょっとまたいつになるか分かりませんが、その時はよろしくお願いします。私俺もやるね。なんかインスタライブでもいいんだけど、なんかインスタライブだとやっぱコメントが誰からなのって感じになっちゃうから、ショールームの方がいいよねって思って、うん、あ、みほ、くまありがとう、ありがとう、ルカニー、くま、ニコ、ありがとう、ルカニー、ありがとう、すずじゅん、くまありがとう。もうすぐ名古屋と福岡にも行きますね。あれ読んでないかな、ここらへん読んでたらごめん。たかし、くまありがとう。暴れないくん、くまありがとう。あ、読んだよね、ここらへん。あと、わかんなくなった、わかんないから読んじゃ、聞いたく、くまありがとう。リッツ、くまありがとう。今日クマが大量生産されとる、クマの量が半端ない今日クマが半端ない、ありがたい。じっちゃん、くまありがとう。エキウサギ、エキピョン、クマありがとう。ルカニー、クマありがとう。下北くん、クマありがとう。カリフォルニア、カルフォルニア、クマありがとう。暴れないくん、クマありがとう。そう、ですね、明日じゃない、明日は名古屋のラジオなんですけど、明後日が名古屋全役ですね。名古屋っていうか愛知か、愛知のエアポートウォークに行って、エアポートウォークに行って握手会があります。全国握手会ですね。そうですね、ミニライブと握手会があるので、握手会は私は一部です。一部の何レーンだっけな、2レーンだっけな、だったと思います。またツイートします。いつも本当にカメコさんカメコさんとかも本当にありがとうございます、素敵なお写真を。だからちょっとコンディション整えておきますねで、その次の日が福岡でミニ握手会が6人で行かせていただきます。なのでそちらも、まあ、2日連続とかは結構厳しい方もいると思うんですけど、福岡の方とかぜひ会いに来ていただけたらなって思います。遠征も大歓迎です。いや大変だけどね、ありがとうございます、お待ちしてます。もう時間だ。イキピョン、クマありがとう。カズッキー、タワーありがとう。カズッキーありがとう。今日も昨日ぶり、そうだね、昨日観覧来てくれたから昨日ぶりですね。ありがとう、嬉しかった、ニコニコした嬉しかったよ、見つけて。あとあれだね、ダイバーシティとかもいっぱいお話できて私すごい嬉しかったです。また話そうね、頑張ってね、お仕事ありがとうございます。皆さんギフトありがとうございます。まあもう終わってしまうんですが、またやりますね、ショールーム。ショールームやったら見てくれますって言ったらみんな見てくれるって言うよね、そりゃね。これからまた舞台のお稽古とかもあると思うので、
まあできる時にしとこうかなって思います。そう、ちょっと名古屋のためにコンディションを整えておくね顔ゴリゴリ。ちょっとこの後半身浴して荷造りして頑張ります。じゃあそろそろランキング読もうかな。福岡楽しみにしてるね。愛知も楽しみです。いやでも毎回遠征してくださる方とかもやっぱりいて本当にありがたい。すごい心強いです。やっぱりねまだまだなので私たちもありがたい。なので楽しみにしてます。じゃあランキング読みますね。はい、13位、まっちゃん。まっちゃんありがとう。13位、ありがとう。12位、カルフォルニア。カルフォルニアありがとう。12位。11位、葵。葵ありがとう。11位。10位、ノブ。ノブありがとう。10位。7位、ソータ。ソータありがとう。7位。ん？飛ばした。10、あーもう56分。12、13、12、11、19、9位ですね。9位、3つ、ありがとう。3つ。8位、カズリンチョ。カズありがとう。ありがとう。7位、7位がソータ。ソータありがとう。ごめん飛ばしちゃったね。そうそうそう、気づいてよかった。6位、ルカニー。ルカニーありがとう。5位、タカシ。タカシありがとう。4位、ユキピョン。ユキピョンありがとう。3位、暴れないくん。暴れないくんありがとう。2位、カズッキ。カズッキありがとう。ありがとうわ、ありがとね。そして1位、ユエジュス。ジョスさんありがとね。ハッピーバースデー、何度でも言うありがとね、ありがとわ。そしてありがとうございました皆さん。じゃあまたやりますね。ちょっと今日は遅かったけど、ありがとう。いやーまた明日から頑張れるとか見るねとか嬉しいです。あとイベント行くよってコメントもありがとう。本当に楽しみにしてます。なんか皆さんがいるから頑張れるって思うから、いやそう、皆さんがいるから頑張れます。皆さんもいろいろ大変なことあると思いますが頑張りましょう一緒に。握手会とかも結構あのあれだけどコミュ障っていうかあのちょっと何言ってるか分かんないとかあるけど楽しくお話しましょう。もうすぐだしね。じゃあおやすみなさい。私はお風呂の中で顔ゴリゴリして荷造りして寝ますよ。
皆さんも明後日の愛知に向けて体調を整えてください。ではおやすみなさい。コメントありがとういっぱい。全部読めなかったけどまた配信します。バイバイ。バイバイ、おやすみなさい。